じゃあ何からやってく、ペコは何でもうまいペコですけど、なんか一番得意なのはスピードなんだよね。さあ、いきなりスピードいいペコなんですか先輩。いやそりゃあね、僕はペコラちゃんの先輩ですから、一番得意なやつをね遊ばせてあげようと思いますよ。やって、おかゆ先輩な、泣かないでペコだよ。わかった。でも泣いても慰めてくれるよねペコラちゃんがさ。そういうことペコな、慰めましたじゃあやりますか。任せなさい、もうボコボコにしてやるペコだ、ボコボコに。よーし。え、おかゆ先輩結構やったことありますペコ？いや僕は全然だよ。嘘である。この女珍しく本気も本気で望んでいる。彼女にとって敗北は必ずしも屈辱ではない。時に敗北も処世術のうちと考えているためである。だが勉学に限って話は変わる。天才の篠宮が本気を出してなお白金には未だ一度も勝利できていない。それはプライドの塊である彼女には到底容認できない屈辱なのである。よしよしよし全然コロさんと前やった時にちょろっとやったぐらいかな。え、その時勝ちました。まあそ、コロさんがねスペードスペードじゃないスピード全然やったことないって感じだったからね。あ、勝ったけど。ペコ、よーしペコーラ負け早く出してくださいペコだよ。あ、これかそれペコ、それ幸先が不安だね。やばい、早い、ちょっと待って、お返し先輩早い、早いぞ。あれ早いペコちゃん。やばい、でも喋れなくなっちゃうな。早いし、やばいやばい、練習してきたペコでしょ。練習してきたねこれね、確実に。ちょっと待って、わかるぞペコーラ、わかるぞ、練習してきただろ。ペコーラが得意のやつをしてないよ。そんなこと絶対そんなね、下劣なことしないです、僕は。下劣なやつ、してるペコ。あれ？ペコラちゃん。僕とさ、遊び対戦遊ぶって言った時に、一番得意なゲームは何って言ってたんだっけ？スピード、あれ？え、もしかして、あ、わかった！タッチパネル派ペコですか？何タッチパネル派って。できるペコなの、タッチパネルで。実はあ、そうなんだ。そっちじゃないペコなの？コントローラーでやってるよまあでも僕今日にね向けてね、うん、プレイ30回今日練習してたからね。やってんじゃん、やってんじゃん先輩いやペコラちゃんスピードをそう上手いって言うからね、30回今日プレイ練習してきてたねえな、怖い